エリトリア。エリトリア国、通称エリトリアは、アフリカの角と呼ばれる、アフリカ大陸北東部にある国、首都アスマラ。アフリカにおいては、東アフリカと北アフリカ諸国の一つに位置づけられる。西にスーダン、南にエチオピア、南東部にジブチと国境を接する。北は、航海に面し、1350km 以上にも、 及ぶ長い海岸線を持ち、両海内には、ダフラク諸島など、約350の小島が点在する。対岸側には、サウジアラビアとイエメンがある。もともとは、エチオピアの海岸部を占めていた地域で、エリトリア独立戦争を経て1991年5月29日に、独立を宣言。 国際連合監視下の住民投票に基づき九百九十三年五月二十四日に独立が承認された。その後も両国はエチオピア・エリトリア国境紛争を戦ったが、二千十八年七月八日に関係正常化の合意文書に調印した。内政面では独立以降、中国に留学して、毛沢東思想や軍事知識を学んだイサヤス・アフェウェルキ大統領が、 実質的に率いる民主正義人民戦線の一党独裁制が続いている。アフリカのシンガポールというスローガンを掲げて、同国を手本にした国づくりを進めているが、アフリカの北朝鮮と批判、揶揄されることが多い。周辺諸国との紛争や兵役、抑圧的な政治体制により大量の国民が国外に脱出して、国際的な難民問題になっている。 正式名称は、通称。アラビア語では、通称。古代ギリシャ語の赤を意味するエルトロス、ロウプシロンシータローから派生したエルトラーは、紀元前4世紀のヘレニズム時代の作品に、航海の赤の意味で使われている記録があり、1世紀に航海からインド洋にかての南海貿易について記された航海案内書、エルトゥーラー海案内記にも登場する。 エリトリアの名前はイタリアが19世紀に植民地として支配するにあたり、ラテン語で後悔を意味するにちなんで付けられたと言われる。公式の英語表記は、ステート・オブ・エリトレア、エリトリア、通称、日本語の表記は、エリトリア国、通称、エリトリア。イタリア語に由来して、エリトレアと書かれることもある。ダナキル砂漠は、原生人類。 ホモ・サピエンスが進化した場所であり、近くにあるエリトリアは、氷河期終わりにはすでに現世人類が暮らしていた。北部のカローラから南東のベールルに至るまで51カ所の戦士時代の遺跡が見つかっている。エチオピアノブヤでは、イタリアの科学者によって、ホモ・エレクトスとホモ・サピエンスの間をリンクする100万年前の骨格が発見された。 アブドゥールで見つかった12.5万年前の石器は、海岸の海洋環境に人が住んでいたことの最も古い証明で、エリトリアの公海沿岸部のマッサワでは、旧石器時代のアサリやカキを捕獲する量の道具、見つかっている。アフリカの各地域で最も多くの岩絵が見つかっている。主なモチーフは家畜化された牛であり、家畜への描写が豊かであるのと同時に、 野生動物をほとんど描いていないことから、牧畜民的な性質のものと言える。紀元前25世紀から、プント国が、ジブチ、エチオピア、エリトリア、北部ソマリア、スーダン公海沿岸に形成されていた。古代エジプトは、ハトシェプストの統治時代から、プント国と貿易をしており、エジプトには、プント王パラフとその王ヒアティの肖像が、総裁殿壁画に残っている。 紀元前4世紀、プント文化に続く、オナ文化は、アフリカの各地域において、牧畜や農業といったコミュニティによって形成された、都市文化。アスマラの近郊のセムベル遺跡からは、アメンホティップ2世の時代のエジプトの都市テーベと、貿易していた貨物が発掘された。エリトリア内陸部に位置するガシュ、バルカ地方にあるアゴルダとのバルカ川渓谷沿いに、 ナイル川の上流300系統の遊牧民文化が栄えた同時期にスーダンのヌビアで栄えたケルマ文化と共通る特徴を持っている。ケルマ文化に属する民族はアフロアジア語族に属しベルベル語派、クシ語派に分類される言語を用いていたと言語学的な証拠から推定している。紀元前10世紀紀元5世紀はエリトリアと 北部エチオピアの地域にあった。エリトリア南部のタマラガダモートの都市であり、大規模な寺院の遺跡があることからかなり栄えていた、可能性が高い。5世紀にダモト王国が崩壊した後、アクスム王国が現れるまでのプレアクス向きには、後継の小さい王国によって支配が続いた。航海対岸側にあるアラビア半島南部のサバ王国からの勢力が、進出ており、 影響された遺跡が見つかっている。北方の港町アドゥリスと、またらの中間にあるコハイトは、政治的に重要な中心地であり、イエメンの推理システムが使われたダムや土塁、いわゆる彫刻、円柱構造、墓所、貯水池、ネクロポリス、集団埋葬地、時計塔、釜などの750の遺跡が発見された。1世紀から940年頃、 アクスム王国は、エリトリアとエチオピア北部とアラビア半島の公海沿岸部に栄えた交易国である。アフリカで初めて独自の効果を持った国であり、貿易で栄えた。ダモト王国との継続性があるが、南アラビアから来たサバ人により建国されたと考えられる。王たちは、ソロモン王とシバの女王の子である、メネリク一世の血筋を引いているとして、 自らの正当性を主張し、ネグサ・ナゲスと王の中の王と交渉していた。三百五十年頃には、ヌビアの駆守王国を征服し、最盛期には、現在のエリトリア、北部エチオピア、イエメン、ヒムヤル王国、北部ソマリア、ジブチ、北部スーダンに広がっていた。首都アクスムで、現在の北部エチオピアにあった。他の主要都市にエハ、イエハ、ハウルティ、ホールティ、 そして現在エリトリアにある重要な港湾都市、アドゥリス、アデューリースをはじめとして、マタラ、マタラ及びコハイト、コヒートがある。この時アクスムの住民は、エチオピアと南アラビアにいるセム系民族とハム系民族が混ざり合って構成されていた。アクスムは国際的にかつ文化的に重要な国だった。エジプト、スーダン、アラビア、中東、インドといった、 様々な文化が集う場所で、アクスムの都市には、ユダヤ教徒やヌビア人、キリスト教徒、仏教徒さえいた。320年代にコプト派キリスト教が伝来した、教典は、アクスム王国の独自の文字であるゲーズまたは、ゲーズ語、GEEG、e e、または、ジースで書かれており、エチオピアと共通のゲーズ文字が普及することになった。ソロモン王国の影響によりユダヤ教徒も、一定数おり、 時代によっては、コプト教より、ユダヤ教の勢力が上回った。ナイル川周辺の王国のほとんどが、キリスト教国であったが、周辺国がイスラム教に改修すると、経済的に孤立し、王国は弱体化していった。ただし、アクスムはヒジラで預言者ムハンマドと最初の信者たちを、かくまったため、アクスムとムスリムは、友好関係を保ち、アクスムが、 イスラム帝国に侵攻されたり、イスラム化されたりすることはなかった。1137年、この地域にミドゥリバリと呼ばれる国が没行した。主な住民は、エチオピアのアムハラ人とは文化をことにする、ティグレ人である。北西エチオピアにがあった。1557年、オスマン帝国領となった。以後、エジプト領、エチオピア領の一部となった。 1869年にエジプトでヨーロッパとオリエントを結ぶスエズ運河が開通するとイタリアがエチオピアに介入を始め1882年にイタリアが植民宣言をし1885年に占領した1889年エチオピアはイタリア王国とウッチャリ条約を結びこの地エリトリアをイタリアの支配に委ねた 翌1890年、イタリアはこの地を、と名付けた、イタリア領東アフリカ。第一次エチオピア戦争、1889年から1896年。第二次エチオピア戦争、1935年から1936年。首都アスマラは、イタリア人移民が、人口の60%を占め、イタリア首相であったベニート・ムッソリーニが、第二のローマ。 ピッコラローマを目指し、1920年から1930年代に、イタリアの新進気鋭の建築家たちにより奇抜な、アールデコ建築や、未来派建築が多く建設された。現在では、観光資源になっており、2017年に、アスマラ、アフリカのモダニズム都市として、世界遺産、文化遺産に登録されている。第二次世界大戦中の1941年に、 イタリア軍を駆逐し、イギリス軍が統治を占領する。その後、イギリスの保護領だった。1952年、エチオピアエリトリア連邦を形成した。1962年にエリトリア議会が連邦離脱を決議すると、エチオピアは軍で議会を包囲。併合されてエリトリア州になると、統治の住民の不満は高まった。1960年代からは、 エリトリア独立戦争として、解放勢力は独立運動を展開するようになった。1991年、独立勢力のうちの最大勢力、イップルフは、ティグレ人民解放戦線、TPLF 等と共に、エチオピアの首都アディスアベバに突入。エチオピアに政変を起こし、メンギスツの社会主義政権は崩壊した。1991年5月29日、 独立宣言を行った。この時の合意により TPLF を中心としたエチオピア人民革命民主戦線、イップドフによるエチオピア新体制、メレスゼナウィ政権の確立に伴い、1993年5月24日に独立承認された。5月28日には国際連合へ加盟申請承認された。西にスーダン、南にエチオピア、 南東部にジブチと国境を接し、北は航海に面し、航海対岸側にはサウジアラビアとイエメンがある。海岸線は1 3 5 0トル以上にも及び、領海域にはおよそ350の島があるダフラク諸島があり、イエメンとの間のバブエルマンデブ海峡は非常に狭くなっている。国土を2分する中央部から北部に続く山脈のアフリカ。 大地交代と地質の特性により、東部の乾燥した半砂漠地域と西部の肥沃な大地の二つの地域に分けることができる。エリトリアはアフリカ大地交代付近に位置しているため、比較的地震の多い地域であり、アスマラ地震やマッサワ地震などの地震による被害もたびたび起きている。また、エリトリアにはアリト山、ダビ山のような火山も点在しており、このうちしている。 なお、火山の中には、例えばダビ山やナブロ山やマラレ山のように、カルデラを伴った山々も見られる。また、気候特性の違いにより、公海海岸平の地域、中央高原地域、西部高原平の地域の3つのエリアに分割することもできる。海岸平の部は、アファール盆地にあり、ダナキル砂漠と高温の影響のため降水量が300ミリ以下と、 少なく乾燥している。乾燥地のため河川は、雨季の降水で現れる、季節性のものが多く、主なものは北部を流れるアンセバ川とバルカ川、エチオピア国境に沿って西に流れ、スーダンに至るワシュ川、上流はメレーブ川、テッケゼ川などがある。河川の流入がないことから、海の透明度が高く、ダイビングが盛んである。その他、反砂漠植生。 マングローブ沼ーなどの地形が見られる。砂漠から離れた北東部は湿度が高くなる。海岸平野部は最も暑い地域であり、気温は30摂氏39度となる上、最も暑い時期、6月から9月にはさらに暑くなることもある。涼しい時期、10月から5月には25摂氏32度になる。南東部高原にはアフリカ大地高帯の一部で、 海抜マイナス75メートルの低地だなきる砂漠がエチオピアから広がり、その東は火山地帯となっている。最高峰はアスマラ南方の国境に近いソイライ山、標高3018メートル。人口密度が高い地域でもある。平均気温は約摂氏18度、アスマラでは摂氏17度となる。最短月は5月で、気温は摂氏30度に達する。 最寒月は12月から2月で、気温は夜間には氷点に到達する。雨季は6から9月で、平均降水量は540ミ、mm、リメートル。北東部の高原地帯は、海岸平野に迫っており、紅海からの暖かく湿った卓越風により海抜700-2000メートルの高さに、フィルフィルの森と呼ばれる、亜熱帯林の壁が広がっている。この森は、 アフリカ大陸で最も北に位置する熱帯雨林であり、たくさんの種類の鳥が見られ、エリトリアの国鳥であるホージロエボシドリもこの場所で見られる。西部の高原ヒラノブのアンセバ地域とガシュバルカ地域は、牧畜と農耕が盛んな、肥沃な大地が広がっている。最も住民の健康度が高い地域でもある。この地域は4月から6月は、 摂氏30度から摂氏41度にもなる最も暑い地域である。最寒月は12月で摂氏13度から摂氏25度になる。安セバ北部にはがある。エリトリアは1993年の独立以来、旧エリトリア人民解放戦線、イップルフが改祖した民主正義人民戦線、PFDJ 率いる暫定政府が、 初期長のイサイアス・アフェウェルキによって選出された国会議員50人による事実上の一党を独裁制の下で統治している。高級政府樹立に向けての憲法が1997年政権議会により制定されたが未だに施行されていない。国家元首は大統領。独立以来、初代大統領で PFDJ 初期長のイサイアス・アフェウェルキが一貫して就任している。 憲法規定によれば、大統領は5年の任期を持ち、国民議会により選出されることとなっているが、憲法が未施行のため、選挙は無期延期となっている。首相職は設置されていない。内閣は大統領が任命する閣僚で構成されるが、実際の行政権は大統領が行使し、内閣はその執行期間に過ぎない。よってその権力は極めて小さく、 大統領の補佐機関であると言える。議会は一員制の国民議会。104議席で、PFDJ 中央委員会の委員40名と、任命制の議員64名で構成される。だが列国議会同盟、IPU によれば、エリトリアの国民議会は、PFDJ 中央委員会の委員75名、旧政権議会議員60名、在外エリトリア人、 代表15名で構成される152席の議会とされている。いずれにせよ、国民による選挙は行われておらず、PFDJ の政策を追認する役割しか持たない。また、憲法が未施行であるため暫定的な権能しか有しておらず、任期も定められていない。政党設立には国家による許可が必要であり、PFDJ が唯一、政党としての活動を認められている。 だが、反政府勢力として、エリトリア解放戦線、エルフやエリトリア国民同盟、エナなどが存在している。最高司法機関は、高等裁判所で、その下に、地方裁判所などが存在。行政裁判などを担う、特別法廷も設置されている。2014年6月、国際連合人権理事会は、エリトリアの人権状況の調査を決定した。 500人余りの聞き取り調査で作成した報告書では、同国政府による重大な人権蹂躙が指摘された。同報告書によると、政府に対する抗議やデモ活動は平和的でも一切許可されない。政府は国内に厳格な監視制度を設け、国民は生活のあらゆる面に干渉され、常時監視されている。エリトリア国民は男女とも全員。 無期限の徴兵制度による兵役義務がある。また、ナショナルサービスと呼ばれる政府の計画する事業での勤労奉仕活動、事実上の強制、同に従事させられる。突然徴兵されたり、低賃金の長期間労働によって貧困層がより増える原因になっており、徴兵を寄付して国外に脱出するものが絶えない。国外への渡航は厳しく制限され、 国内での移動にも事前の許可が必要である。政府はカトリック教会やイスラム教寸に派など四つの宗教だけを公認し、他の宗教はすべて非合法化された。宗教的な書物は押収され、信者が姿を消したケースも少なくない。国民は裁判所の令状なく突然拘束されたり、拷問を受けたりする。裁判手続きなしの処刑が横行しており、 死者や行方不明者も後を絶たない。同報告書はこの国で公正な裁判は不可能で基本的人権を守れる状況ではないと結論している。エリトリア外務省はこの報告書を根拠のない下劣な抽象であるとして批判している。同国は外国人記者の入国を認めず独立したメディアは存在しない。ジャーナリスト保護委員会は2012年 エリトリアを報道の自由が少ない、検閲国家ワースト10の第1位に選んだと発表した。また、国境なき記者団による世界報道自由ランキングでも最下位にランク付けされている。周辺諸国との国境紛争問題や徴兵制度への不満により、同国からは2014年半ばまでに約35万7千人余りが国外へ脱出し、 現在も毎月5000人近くの国民が脱出している。国民は国境に近づいただけで厳しく処罰され、外国から帰国すれば拘束され、拷問を受ける場合もある。一時は越境を図った者はその場で射殺され、一部の証言者は国際連合の調査に標的にされたことがあると話した。難民がヨーロッパ、特に急走四国のイタリアに向かうために、 地中海を渡ろうとして遭難死する事故が毎年多発している。欧州連合加盟国、特に上陸地点となるイタリアやギリシャでは、同国を含むアフリカからの難民が受け入れの限度を超え、危機的な問題となっている。エリトリアは以下の6地方で構成され、それぞれがさらに複数の地区に分けられている。主要な都市はアスマラ、首都、ゲレンガール、陸軍、海軍、 空軍の3軍を保有しており、2005年時点の国防支出は6、500万ドルである。国民すべてが公務員であり、国民開閉の徴兵制度を有する。徴兵された国民は、軍務のほかに、ナショナルサービスという国が運営する土木工事や鉱山作業に動員される。独立以来、エチオピア、ジブチ、イエメンとは国境問題を抱え、 緊張状態にあった。エチオピアとは2018年に関係正常化で合意し、陸上国境での往来と航空路の再開、内陸国となったエチオピアに対する港湾の解放を取り決めた。1998年からは、バドメの貴族をめぐるエチオピアエリトリア国境紛争が武力衝突に発展。2000年に和平合意成立。 国際連合エチオピアエリトリア派遣団 UNMEE が展開した。国境案が提案されたものの、両国間の合意が進まなかった。2008年に UNMEE は撤退、エチオピアエリトリア間の緊張状態が続いている。2010年、エチオピアエリトリア国境で軍事衝突。エリトリア側23名とエチオピア側3名が死亡。 2018年7月9日、エリトリアの首都アスマラにおいて、エチオピアのアビー首相とエリトリアのイサイアス、大統領が20年ぶりの首脳会談を行い、長年にわたる戦争状態を終結することで合意。戦争状態の終焉や経済、外交関係の再開、国境に係る決定の履行を内容とする共同宣言に署名した。国境をめぐって、 隣国ジブチと対立しており、1990年には二度の軍事衝突が起きている。停戦が成立したが、国境線をめぐる緊張は続いた。2008年6月10日から13日で再び両軍の間で戦闘が起きた。ジブチ政府はエリトリアが再び国境線に軍を増強しているとして非難し、国際社会の介入を求めた。天然ガス電をめぐって、 ハニーシュ軍島紛争、1993年から1998年が勃発。2015年にアラブ首長国連邦 UAE は初の海外基地としてアッサブに軍事拠点を設置する契約をエリトリアと締結。これによりアッサブでは UAE の保有するフランス製のミラージュ2000戦闘機中国製の無人攻撃機などが展開された。 エリトリアの交通には公共及び民間で提供される乗り物、海上輸送、航空輸送が様々な形態で存在するほか、高速道路、空港、港湾が含まれる。1999年時点でエリトリアには線路幅、狂気の鉄道路線が 317km 存在した。鉄道はアゴルダと アスマラとマッサワ港を結んでいるが、1994年にマッサワで再開された約5キロメートルの区間を除き、ミサをされていない。近年、残りの区間及び車両の修復が行われている。2003年までにマッサワからアスマラまでの全区間が再建された。エリトリアの国道は道路の東急に基づいて名付けられており、1級 P、2級 S。 3級、T の3つの等級がある。最下級の道路は3級国道で、地域にとって重要な区間に設けられている。通常、改良された地上道で、所々舗装されている。通常、雨季の間は通れなくなる。次に上位となるのは2級国道で、通常は単層アスファルトで舗装されている。各地区や地方の行政府所在地間を結んでいる。 一級国道は全区間が完全にアスファルトで舗装されており、主にエリトリア国内の主要都市間を結んでいる。人口の多くが農業、牧畜業などの第一次産業に従事しているが、食料の自給率は低く、7割を輸入や援助に依存している状態にある。産業別の GDP では、運輸業が3割以上を占め、工業、 その他サービス部門を含めると8割以上に達している。エチオピアとの国境紛争は難民、避難民の大量発生、紛争地域のインフラ破壊等、エリトリア経済に深刻な影響を与えた。独立の動きが始まった街の名、ナクファが現在の通貨の単位となっている。1ナクファ紙幣にはビリン人、5ナクファ紙幣にはアファール人というように、 主要民族の人々がそれぞれ印刷されており、コインには国内に生息するガゼル等の野生動物が刻印されている。大多数の国民は黒人とアラブ人の根血で、が最大民族であり、人口の55%を占める。ついで、ティグレ人30%、サホ人4%、2%、ラシャイダ人2%、アラブ系アファル人。 エチオピア系、クナマ人、奈良人等主たる民族は旧民族で構成されている。公的に公用語としての規定はされていないが、ティグリニャ語とアラビア語が最も広く使われ、商業や業務、教育で使われているなど、実質的な公用語となっている。イタリアとイギリスの占領、植民地時代の名残でイタリア語と英語は広く理解され中東、高等教育などで使われる。 2000年には、アフリカの諸言語の保護、育成、活用に重点が置かれたアスマラ宣言が採択され、エリトリアでは、ティグリニャ語、ティグレ語、ラシャイダ語、アラビア語ヒジャーズ方言、アファール語、サホ語、ビリン語、ビレン語、ベジャ語、この9つの民族語が、諸島教育では平等に扱われている。大抵のサブサハラアフリカ諸国では小学校三、四年時から、 創始国の欧米系言語による指導がなされるが、エリトリアでは小学校6年までは、各民族語で教育を受け、国会などでも通訳を介して行われている。アフリカでは珍しい国である。テフアド、エリトリア正教と呼ばれるコプト教、キリスト教のプロテスタント、イスラム教、ユダヤ教、土着信仰のアンナ教、コプト教会のコプト歴の、 ゲーズカレンダーを採用しているため、西暦は7年、遅れだが、国民は、一般的なグレゴリオ暦も認知している。宗教に寛容な文化が形成されており、宗教関係のイベントがあるときは、多宗教、宗派の人をゲストとして招待する伝統もある。政府は、信教の自由を保障するとしているが、2002年以降は、政府が認定する宗教は、イスラム教寸な派。 キリスト教、聖教会、カトリック、プロテスタント、アンナ教などの4つのみである。他の宗教は、すべて、非合法化され、エホバの承認、バハーイー教、セブンスデーアドベンチスト教会、イスラム教はハーブ派などの少数派の信者が、政府に監視され、害にさらされている。小学から大学までの学費は無料である。国民の識字率は65.3%。 男性77%、女性54.5%、若年層の識字率は90%である。教授言語は、初等教育は、各民族語とアラビア語で行われ、中等、高等教育では、アラビア語、英語となる。エリトリアの大学は、以下の八校が存在する。30年に及んだ隣国エチオピアとの紛争の後、エリトリアは破壊された、施設の再建。 保健医療従事者のトレーニング、薬剤や機器の提供改善に投資してきた。サハライナンのアフリカでは数少ないミレニアム開発目標4達成への歩みが順調な国の一つである。予防接種の普及により予防可能な疾病が減少し、ポリオがなく妊婦や新生児の破傷風は根絶され、ハシカによる死者は報告されていない。 マラリアのディ率も2001年の125,750症例から2005年には34,100症例へと急激に減少しており死者も2001年の129人から2005年には38人に減っているコミュニティを基盤とした治療的栄養療法や保健サービスチームの定期巡回訪問を行うことで医療施設が整っていない地方まで保健サービスを広めた 医療費は無料である。婚姻してもほとんどの女性は改正しない。夫婦別姓。コーヒーゼレモニーとは、エリトリアの伝統的な習慣であり、コーヒーを飲むことを儀式化した作法の一つである。日本の茶道と同様、コーヒーを飲むという行為に、精神的な要素や教養などが含むれる文化的な習慣であり、他者に対する感謝ともてなしの精神を表すものである。 女性が取り行うものであり、エチオピアでは結婚前の女性が身につけるべき作法の一つとされている。冠婚葬祭の際や大切な客を迎える際などに行われる。使われるポットやカップなどの茶器は女性が実母からや突ぎ先で代々受け継がれてきたものであることもある。客の前でコーヒーの生豆をいるところから始め三杯飲むことが正式であることから、 一時間半から二時間以上かかる場合もある。その間は甲を焚き、客はパンやポップコーン、ファンデシャナを食べながら待つ。イタリア植民地時代に自転車競技が導入され、エリトリアの国技と言われるほど、ロードレースは人気である。時給系スポーツを得意とする、エリトリア人の体格と起伏に富んだ地形が、自転車競技の州にあっており、 ヨーロッパの大会で活躍する選手は国民的英雄として喝采される。アスマラ市内では試合国際大会のツールドエリトリアや国際交流イベントが行われる。ツールドフランスで活躍したダニエル・テクレハイマノが国際的に有名になった。陸上競技では世界陸上2015北京大会にてギルメー・ゲブレスらしいが 男子マラソンで優勝し、同国初の金メダリストとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。